こんにちは。美味しいものを食べたい、よしです。今日スーパーでね、油の乗ってそうなね、美味しそうなカレーの切り身見つけてきました。ちょっと見つけていきましょうかね。ほんなら、いかもやか。はい、カレーの方にね、味をつけたいんですが、あんまりね、測りながらやったことがないので、どうなんでしょうね。砂糖と、醤油、酒、みりん、全部ね大さじ3杯ずついってみましょうか。ちょっと多いかな。はい、そこへね、水が 180cc ですね。はい、生姜はね、36g、魚の1割ですね。これ結構ね、僕生姜臭いの好きですから、たくさん入れておきますね。ではこれを火にかけていきます。はい、ではね、早速盛り付けていきますけども、一旦ね、煮上がってから、冷めるまで放置しておくんですね。で、その、冷める過程ではですね、裏返しにするんです。そうするとね、ちょっと頭出してた、ところがね、ちゃんと味が染みますので、よいしょ。はい、ちょっと皮めくれちゃったな。生姜が美味しいですからね。ちょっとこのちょうど皮のめぐれちゃったところを隠しておきましょうかね。これ、はい、石ガレーの煮付け完成です。はい、じゃあね、早速食べてみますよ。いただきます。うん、うん、ちょっと いきなりごめんなさい。皮の、石ガレーの石のところちょうど口に入っちゃってごめんなさい。お見苦しかったかと思います。めっちゃ好みやです。ちょっとね、味が濃いんじゃないかなと思ったんですけど、これちょうどいいですね。うん、美味しいもの食べてる時って本当幸せですよね。卵、うん、
なんかね、久しぶりに煮魚食べたんですよ。一人でいるとね、あんまり煮魚って作んないんですよね。で、ほとんど外食をしないで、お店で勤務してるもんですからそちらでまかないをね食べるんですけども、魚の取り扱いのない、飲食店だもんですからね魚を食べる機会がほぼないっていうことでね、久しぶりに食べるとやっぱり美味しいですね。魚ね、大好きです。今日のポイントはね、一回冷ますことなんですね。冷めていく段階でこう魚のお肉の方にガーッとこう味が染みて、入っていくっていう感じになります。で、再度、食べる直前にね、もう一度火にかけて、ちょっとだから煮詰めるような形になります。あんまり煮詰めすぎるとこれね、味結構濃いですから、ご飯のおかずにねちょうどいいぐらいの味になってますんでね、今の、この感じでね、あまり煮詰めすぎないこと、そんなところがねポイントじゃないかなと思いますね。いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。